はいどうも、いつきんです、今月も、クラウンバトルがやってきました、早くも2段階目に突入、しましたので、今回は2段階目のマダムプリズム、こちらのボスの、編成の方を、動画にしました、このボスはですね、以前も出たことあるんですけど、誘惑状態にしてきて、こっちのキャラクターが自分のキャラクターを攻撃するという結構めんどくさい、モンスターに、なります。でちょっと覚えてないんですけど、前回この、2段目に書いてある誘惑状態プラス、攻撃力のバフをかけてくるっていうのがあったのかちょっと覚えてないんですけど、前回は誘惑状態にされて、割とめんどくさいなという記憶がありました。で今回は、その中でも割と楽にダメージを出せる魔法の編成の方を動画にしましたので、参考にしていただければいいなと思います、どうぞ。はい、ではマダムプリズムの、編成の方を紹介していきます。で今回は、物理はちょっとですねめんどくさいんで、簡単にいける魔法の編成を紹介したいと思います。ユニオンバーストの、タイムラインに関しては左側に置いてます、まずはアンですね、コーリングのバフを入れてから、打っていきます。で魔法に関してはですね、これバフ持っているのでバフをキャンセルしないように、打ってください。でタイミングとしては魔法のですね耳がちょっと垂れるので、垂れたタイミングで打つと、バフをキャンセルせずにユニオンバーストを使うことができます。シルフィードキャロル地下に関しては今、59秒のタイミングになってるんですが、火ダメの関係で1分2秒で打てる時があるので、その場合はそこのタイミングで打ってしまってください。強化は、アイスランス、もちろんキャンセルしないようにアイスランスをしっかり、打った後にユニオンバスを使うようにしてます。で2周目ですね、またアンから、魔法と続いていきます。で地下に関してはこのガーディアンメロディキャンセルしないように、2回目は打っていきます。でキャルは、バレットのデバフを入れてから打ちます。で次も、強化、アイスランス打つので打ってから、でこのタイミングだと、魔法のバフも終わってるのでそのまま続いて押してもらって構いません。で敵のユニオンバーストが効きますので、ここでアンのユニオンバーストを連打で、発動してください。これで、ちょうどコーリングのバフも入るはずです。で続いて、地下ですね。ここは連打で問題ありません。でその後すぐに、キャルユニオンバースト溜まるのでここも連打で使ってください。これでですね最後にもう一回打てるので火力が、十分上がると思います。で次のユニオンバーストは、またアンから入るんですが、余裕があるので、デバフスパイラルウェーブを待ってから、打っていきます。で強化、これもデバフマックスで入ってる状態ですね。で最後なんですけど、地下一応打つようにしてるんですが、おそらく打たなくても、マホとキャル打てると思いますが、念のため、打ってます。最後はもう溜まったら打つ感じで問題ありません。はい、こんな感じで、やっぱり強化の上振れ次第でダメージが大幅に変わるんですけど、400万は最低でも絶対に出ます。で最大だと480とか、出ると思います。今回は455万のダメージでした。はい、というわけで、今回はちょっと1編成だけなんですが、魔法の編成の方を紹介しました。でもう一つ紹介しようかなと思った魔法編成があるんですが、ほぼ似たような感じになるので、省略しました。クリスマス地下がない人ですね向けに、地下をミサトに変えても、ダメージの方が400ぐらいは、出たので、もし地下いないよっていう人は、
ミサトに変えて、試してみてください。また他のボスもですね、動画上げますので、よろしければチャンネル登録、ツイッターの、フォローの方お願いします。